いつものあの人はいるだろうか。おい。あ、はい。バックヤードで働いているどこか影のある人。先輩みたいな綺麗な人がお店へ立ったらお客さんいっぱい来ると思うんですよね。ごめん、仕事中だから。訳あり美人か。飲みに行きませんか。あ、いや、今の忘れてください。会社辞めてまで逃げてんですよね。コンビニのバックヤードに身を隠す美女か。全力で守ります。お店出て大丈夫なんですか。全力で守ってくれるんでしょう。こんなところでダメだよと溜めてきたもやもや。はい。あ、すいません。こうなるんですね。と思っていた。